みなさんこんにちは、初音ミクだよ。今日は札幌で知り合った写真ちゃんと一緒に歌を歌います。みんなよろしくお願いしますな。なんて、本流は人気者の名前とコラボすることで私の知名度アップを狙っちゃう作戦なんですね。せいぜい私のために利用させてくれですね。鉄マン、今のモノローグこれじゃあんまり聞こえですよ。夜はひとり思い馳せながら、四五分後に浮かぶ星に手を伸ばし君に歌うの。うん、そんなことよりカニ食べたいな、イクラも食べたいな、もうこの辺で終わりにしてグルメ満喫しましょ。ジンギスカンに海鮮丼、よだれが止まらん。最高です。そうじゃ、しんちゃんちゃんと歌ってよね。ああ、もう歌なんて関係ねえ。今ここでお前より優れていることを証明して北海道の皆様の人気をゲットしてやりますな。そしてゆくゆくは北海道の観光大使に。それは重くすぎるよ。うるせえ。まずはお前のイメージダウンからですの。こういうこともあろうかとクイズを用意しておいてよかった。果たしてお前に解けるかな。問題、北海道にある日本一の広さを誇る湿原の名前は何という。串の湿原ですが、その串の湿原に生息する鳥は何というでしょう。お前なかなかやりますな。君と巡り合えた奇跡と何と呼ぼうか。北が星空を繋いで君に会えた気がするのさ。だからガンジンガンジンバビバイワッショイワッショイ、初めての神ドビー。今宵踊るの朝で意味なんてなくてもいいのさ。そこでが楽しいの、君とだから。星が照らすラベンダーに包まれて、やっぱ好きですの、誰も止めらんない。好きで好きで好きが好き、これは滑りが止まらん。お寒いことです。うー、 SNS でめちゃくちゃ追われてますの。ちゃんと歌えヘビ女、ミクちゃんに迷惑かけんな。人間ごときが生きてんじゃって。居場所特定してこの手作りパイをお見舞いしてやる。まあ、味見で。ではとても美味しそう。こんなの腕のものですね。北海道のメロンとハスカップをふんだんに使用しておりますね。すごい、写真ちゃんのもいい食べてみたいな。おお、そうか。それならまずはお前の顔面に食らわせてやりますな。くらえ。写真ちゃん、食べ物は粗末にしちゃいけないんだよ。それはそうですね。これはもうパイだけに惨敗っつってな。君と巡り合えた奇跡を何と呼ぼうか。歌が私を導いてここで会えた気がするのさ。だからダンスだしバディでワッショイワッショイ、初めてのお飲みドッキー。目指すは全国大会、そんな大会はないのさ。デロデロ楽しいの、君とだから。どうしても打ち任せない。誰か助けてくれ。ゆりで、メルーザはどこだ。ラザルもコウスケもいい。さあ、写真ちゃん。色の青い日、すごい写真ちゃん、とっても上手だね。マザルでもねえですね。そういうミクこと嬉しいなって。そうだ、この僕も終わりだけど最後は一緒に歌おうよ。写真ちゃんと歌えたらきっと楽しいだろうな。踊ってやることもねえですよ。それに悪魔合体したらきっともっと楽しく歌えると思いますな。やった、嬉しい。それじゃあ今すぐにでも。そうだな、よっしゃー、悪魔合体。よろしく。君と巡り合えた奇跡を失恋と呼ぶ。世界と波長すら違う。君が君だからいいのさ。だからダンジンダンジンバディでワッショイワッショイ、初めてのドミドキ。この踊り疲れたし、オリマディダイブにしましょう。なんだか笑えるね、君とだから。君じゃなきゃ私の作ったお菓子で一緒にお茶にしますね。やったー。